ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは、こんにちは、藤原博史です。森ビルは、森ビルもだからやっぱ日本ならではのそういう町ごと作ったりとかできる会社だなと思いますね。ですごい便利というか、なんていうのかな、使いやすさを追求してるというか、痒いところに手が届く的なところは結構あると思います。普通ああいう感じになったら、もっとショッピングモールみたいになるというか、商業っぽくなって、ある意味庶民的でもないですけど、すごいそういうような感じになりがちなんだけど、ある程度のステータスをキープできてるなと思います。例えば映画館のアクセスとかも、なんかすごい曲がりくねって変なところにあるというか、位置感が分かんなくなっちゃうんですよ、あの辺って。でそれが僕はすごい好きで、欅坂の方から映画館に上がると、階段を上がって、あの右に行って右に行くじゃないですか。であれ、階段上がって右にあるはずなのに、エストネーションのところのエレベーターで上がると映画館なんです。それって一回転してるんですけど、頭の中ではなかなかそこは繋がんないんですよね。六本木ヒルズってちょっと迷路っぽいなというか、そのエレベーターに乗って着いた時には不思議だなと思ったりとか。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイト、ヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。